山下です。福原博樹です。テレビ石川ブルダックです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、丁寧やな。本日は、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、本日はですね、はい、まあ見えますか？見えないですか？見えなかったのでちょっとだけ。はい。ピーマン。これなぜピーマンかと言いますと、はい、僕たちスタンド FM っていうラジオアプリをやってるんですけど、そうなんです。そこでね、リスナーさんがおすすめしてくれた料理がいっぱいあるんですよ。もうこんなにおすすめいただいてまして、そうなんです。ピーマンレシピだけでね、そう、だからそのおすすめをね、うん、みんなにおすすめできるかやってみようかと。おすすめをおすすめできるか、だからおすすめのおすすめレシピをおすすめできるかやってみようっていう企画。すごい斬新。斬新じゃない。この子が食べてるみたいもんな。YouTube でぜひやってみてくださいって言っていただいてるやつとかもあるから、はい、じゃあ実際やってみようかってことで、で今回ピーマンの調理法のおすすめがいっぱいいただいたので、はい、それをちょっと順番にやっていきたいと思います。そうです。はい。でよかったら多分僕たちも食べてそのままの感想、素の表情が出ると思うんで、はい、それ見て自分もやりたいと思ったらぜひやってみてください。丸ごとピーマン、丸ごとバナナみたいな。生クリームの中にピーマン入れるってこと？そう、タイトルというか料理名は丸ごとピーマン。丸ごとピーマン。はい、これなんかある有名人の方がやられてたみたいで、そのレシピらしいんやけど、はい、まずピーマンは水洗いして水分を軽く拭き取る。はい。で、2、3箇所指で穴を開ける。うん、なぜか指で穴を開ける。でお皿にピーマンを並べてふんわりラップをしてチンで終わり。おこれ丸ごとピーマンやりましょう。これが美味しいらしいのでやってみたいと思います。いいね、皆様の食卓にもねこれ並んでたら「おい!」って言われる可能性あるけど美味しかったら問題ないから。そうです。で種はね、そのまま食べれるそうなのです。で、調べたら、うん、種の方が栄養あるそうなんです。ピーマンの種、うん、でもへそから芽出るって言わへん？言わへん。俺言われてて育ってきたんやけどな。だって間違って食べたことあるやろ。絶対間違って食べたことある。あるでしょ、うん、ナスの種とかも全然食べるでしょ。食べる食べる。ナスそのまま一個一個取らへんでしょ。イチゴもそうやろな。そうやろ、うん、だからへそから芽は出へん。でもスイカの種を食べて、うん、へそから芽が出てきたっていういとこがいるんやからな。いやいやいや実際嘘つかれてんねん。俺信じてたな。実際って言うなや。見てへんやからそれを。早速いきたいと思います。はい。調理するのは福原さんです。お願いします。はい。じゃあ丸ごとピーマン、まず1。はい。ピーマンは水洗いして水分を軽く拭き取る。はい。水洗いします。見てくださいね。はい。もっとですか？軽く。そんなしっかり洗う？ピーマンは水洗いして水分は軽く拭き取る。軽く取りました。はい。次に2、3箇所指で穴を開ける。これもう指じゃなくてもいいんじゃないか。一回いきますよ。一回試しに見てくださいこっち。はい。おりゃ一箇所で十分じゃない。おりゃでも開けました。開けました。開けました。でもう一個もう一個、いやほんま指なんかな。よし。ケンシロウみたいになってる。いや、そんな型ないやろな。はい、洗って指で穴開けてお皿に乗っけました。で、次がレンジでチン。ふんわりラップをして、ふんわりラップでレンジでチン。レンジで何分ですか？で、何分か忘れました。え？忘れました。どうしたらいいんですか？だからまあ、わからん。温まったらいいんかな。ふんわりラップはこんな感じでいいんですかね？いや、だからもう閉じたらあかんやろ。もうだらしない感じで。そうそう、だから新入社員の寝起きぐらいの感じでいったらいい？新入社員の寝起きはそうなんか知らんけど、こんな感じ？だから空気が抜けるようにしとかなかった。オッケーオッケー、抜ける抜ける。では入れました。はい。やりすぎじゃない？びっくりするやん。どれぐらい？わからん。1分ぐらい？1分ぐらいいっとく？うん。オッケー。はい、できました。はい、もうね、皆さん、匂いげます？匂いげへん。うわ、すごない？ピーマンの香りすごいするね。ピーマンの。あったまった。熱っ。わかるよ。わかるよ。蒸気がすごい。入ってました。だからぴったりラップにするかじゃないの。ぴったりなってもてるやん。苦々してるでこっから。苦々って何？空気逃がすことを苦々って言うから。いや苦いみたいになってる。オッケーできました。じゃあ温まってんのピーマン自体。触ってや、上から触ってや。あ、もういける。こんないけるピーマンないぞ。でこれちょっと食べてみますか。さあ一回じゃあ。味付けとかはなしでいいんかな。味付けなんか書いてないレシピに。書いてない。今度終わり。はいということで。丸ごとピーマンすぐできたね。はい、もう水の話で指で穴開けてレンチンで、そうもう 1,2 分やん。そうです。もうレンジもまあ1分レンジはいしました。で一応念のためにじゃあマヨネーズとこちらがポン酢、はいとあとお塩ですね。そうですね。一応これをラジオ内で文章には残ってるけど、ラジオ内で一応こういう味付けどうですかって言ってくれてたので、はい、それを試したいと思います。お願いします。まずはまあそのまんまいきましょう。はい。皆さん行ってみてください。ではいただきます。種もいけるっていうのはね。種の方が栄養ある。綿も食べれるから。ではプレーンでね。プレーンでいただきます。はい。丸ごとピーマン。うん。もうピーマン、ただただピーマン。いやもうピーマンの苦味とかもうない。あ、そうなの。もうほぼ無味。あ、ほんま。まあなんていうの、焼肉バーベキューとかいったらピーマン焼くやん。でタレつけんと食べたその感じ。ただピーマン加熱しましたっていう。ではいただきたいと思います。丸ごとピーマン。なるほどね、確かに苦味ないわ。全くない。ピーマンの苦手なこの理由が苦いからとかの、それはないやん。確かに。だから焼くよりこっちの方が苦味ない。じゃあもう絶対マヨネーズとか美味しいやん。うん、かけてみ。塩ちょっとでも美味しいかも。マヨネーズできてます。よっ。もううまい。10ピーマンで何ピーマン？あ、でも7ピーマン。マジで？じゃあ俺食塩かけたやつ、いきます。かける前を5ピーマンとしたら、かける前5ピーマンも言ってたんや。うん。そしたら塩かけて5ピーマン。あれ？変わらんってこと？変わらん。塩？うん。じゃあ塩いきましょう。はい。全然。どっち？俺8ピーマンぐらい。マヨネーズ超える？うん。全然酒飲めるもん。あ、そう。しかも種のとこうまい。うまい。それは俺もちょっと思った。食感変わるし、種のとこありや。いや、私ポン酢でちょっと。ポン酢もだって塩味があるから。でももう種も綿も食べれるって聞いて、しかもそっちの方が栄養が高いって聞いたらさ。うん、そう。はい。どう？9ピーマン。めっちゃいくやん、ポン酢。マヨポン酢が俺多分10ピーマン出るかもしれない。マヨポン酢、マヨポン酢自体やったことないけど。いや、やってみ。え、なんで？ちょっと残ってる分あるでしょ。え、マヨ？これにそうマヨをつけてポン酢を上からちょっと垂らす感じで。マヨポン酢っていつだろう？いや、これ皆さん、これなんていう料理やったっけ？丸ごとピーマン。丸ごとピーマンにはマヨポン酢でした。これ10点俺叩き出すと思うで。マジで？うん。いただきますよ。うまいやないか。これやっぱね、味の方程式で10点でしょ。10点いくな。いくでしょ。何これ？きました。いや、まあめちゃめちゃ合うっていうのもびっくりしたけど、マヨポン酢にびっくりした。いや、マヨポン酢と。酸味が降ってきた後にマヨネーズの旨味と滑らかな感じがブワってきたから、めちゃめちゃうまい発見。マヨポン酢びっくりしたな。まあ丸ごとピーマンより。あ、そう。え、丸ごとピーマンが意外とそのまま食べれるのにびっくりしたけどね。そうね。でもマヨポン酢がびっくりした。マヨポン酢びっくりした。あ、まあ俺クラスにやるとポン酢マヨって言うけどね。お前がマヨポン酢って教えてくれたの。ということで、よかったら皆さんもぜひ試してみてください。